続いては職員インタビューです。調布市見守りネットワーク見守っとの役割についてお伝えします。調布市地域包括支援センター市政柴崎の吉村さんにお話を伺います。よろしくお願いします。早速ですが、地域包括支援センターと見守りネットワーク事業の役割について教えてください。はい、地域包括支援センターとは、地域にお住まいの方の身近な相談窓口として、調布市から委託を受け、高齢者やご家族からのさまざまな相談を受け付けています。介護保険をはじめ、介護予防などのサービスの利用や虐待の早期発見防止など、高齢者に関する総合的な相談を受けることや、見守りネットワーク事業、愛称見守っとの運営などを行っています。吉村さんは見守っとの担当者ということですが、見守っととはどのような事業なんですか？はい、見守っとは市内の高齢者や障害者、生活困窮者など支援が必要な方々が住み慣れた地域で安全に安心して暮らし続けられるよう、地域包括支援センターを中心に地域住民、関係機関、協力団体及び市が相互に連携し合うネットワークです。具体的にはどのような時、地域包括支援センターに相談するといいんでしょうか？では具体的にご説明します。隣のおばあちゃん、一人暮らしで大変そうだけど、ご飯の支度や掃除は大丈夫かしら。一人暮らしで車椅子の A さん、ずいぶん新聞が溜まっているみたいだけど大丈夫かな。このような時に地域包括支援センターへご連絡いただければ、その後電話や訪問でご本人の様子や困りごとの内容を伺います。そしてその方に合った福祉サービスへ橋渡しをするなど、その方が安心して生活できるようにお手伝いします。地域で連携しながら見守っていくことが大事なんですね。そうですね。そのためにもできるだけ多くの方々に見守っとについて知ってもらいたいと思っています。私たちも地域のお祭り、サロン、自治会の活動などに参加しながら見守っとの PR 活動を行っています。見守りネットワークのキャラクター見守っとも一緒に活動しています。日々さまざまな活動をされているんですね。地域包括支援センターが身近に感じられます。はい、高齢者や支援の必要な方々のちょっとした変化に気づき、見守っていただき心配だなと感じた時には、地域包括支援センターへご連絡をお願いします。地域の皆さんと地域包括支援センターとで高齢者の生活を支えていきたいと思います。それでは最後に、地域包括支援センターのご案内をお願いします。はい、地域包括支援センターはサブセンターを含め市内10カ所あります。花水木、調布の里、調布花園、市政柴崎、時和木国領、友愛、つつじが丘、千川です。市内各地域に地域包括支援センターがありますので、お気軽にご相談ください。調布市地域包括支援センター市政柴崎の吉村さんにお話を伺いました。